皆さんこんばんは。今日はね、また開封動画。なんでかっていうと、開封取っとかないとね、使えないっていう、この何ですか、 YouTuber の宿命みたいなもんですかね変な宿命。これまず Amazon のベーシックのカメラバッグですね。まあ、こんなのもね、もう皆さん説明するまでもないですね。もう YouTuber なら定番のね、あの商品ですので、これね、もうあの瀬戸さんとかね、いろんな人が、あと宗さんとかね、いろんな人がもう動画上げてますんでね、さらっと買いましたよっていう報告ですね。あの今までのちっこい方のね、あのベーシックすごい使いやすかったんで、今度 VG30 買ったんでね、これ買いました。まずこれが一つですね。そしてもう一つ、実はね、これもずーんと前に夏頃買ったのかな、これもう忘れちゃうくらい前に買ったんですけどね、これズームのね、ハンディレコーダー H6 ってやつなんですね。結構私このマイクからね、出る前から欲しかったんですよ。でね、買ったんですよ、これハンディ、ズームのハンディレコーダー。知ってる人は知ってると思うんですけど、こんなやつですね。中身はね、こんなやつ、これです。見えるかな、映ってるかな、こういうやつですね、ズームのハンディレコーダー。まあ、リンク貼っときますんでね、どんなものか、ちょっと調べてみていただければと思います。まあね、ハンディレコーダーなんで、ハンディレコーダーなんですよ、これね、レコーダーで、この先にね、マイクがこういうふうにつくんですね。わかるかな、マイクね。で、あと何種類かマイクもありましてね、こういうのなんですね。こういうのもあります。これわかりますよね、最近流行りですよね。まあね、これもね、本当前に、実はヒューマンキューブなんかのね、レコーディング用に実は買ったんですよ、これ。だけど、まあ、まあ、ご多分に漏れずね、なんか、バタバタしてて、時間がなくてね、まだ一回も使ってないと。お恥ずかしい話して。結構これ高かった、これ4万くらいした、ほぼ定価で買ったと思うんで、出たばっかりで買ったんで、今はもう安くなってるんですかね。ちょっとね、カメラと連動してね、どうしても音もね、いい音で撮りたいなと常々、思ってるんですけどね。まあ、そんなわけでした。今日はね、Amazon ベーシックの、バッグが届いたよっていうのと、あとズームのハンディレコーダーの紹介でした。またね、使っての感想をね、そのうち上げたいと思います。全然上げてねえだろお前っておっしゃる通りです。させんそれでは皆さん、チャオ。怒られちゃうね